動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2021年も無事に、サンタシップを終えることができたな。だけど、今回の場合はサンタシップを終えてもまだまだ序の口だぜ。あれやろ？カノン革命を終えるまでが、本当の戦いなんやろ？それまでに、何回か、日光に見舞われたこともあったけど、誰かを除いて、大きな問題は見られなかったのが何よりだ。2022年はさらに、新しい企画を加えたいって、月鉄本体も考えてるから、月球側も期待してもらいたいぜ。その誰かさんはサタンに汚染されたから、余命5年ってことで良さそうやな。誰かとは言わへんけど。ぴょんたプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。劇場版の後というと、この番外企画がもはやおなじみになっちまったな。しかも、今回の場合やと、オープニングとエンディングまで一新してるし、そいつだけど、片っ端から俺らが選ばれてたぜ。サナとかナコとか、コパンにパンパイツ船長もおった。なんで海賊界のバトラーまで月球のオープニングに出てきよったんや。まあ、最近は、ビビットネオン、ネットワークにおいて、音の木側も復活したっちゅう話も、しつとるがな。言い換えたら、ペーノッテショーの恐怖にバトラーたちが打ち勝ってきてるってわけさ。だけど、さすがに年末商戦に関してはどうにもならんがな。むしろペーノッテショーが収束してからがカノン革命の本当の戦いだったりする。いつまでカノン革命が続くかわかんねえけどな。今後の動向について、言いたいことは山ほどあるぞ。シュガーミントとか、音の木とか。シュガーミントって結局どういう形で、対処するつもりなん？詳しいことは2022年以降のカノン革命本番で言うけど、ナーサリーによってシュガーミントを置き換える予定だ。シュガーミントはリニューアルが不可能と判断してるのだ。何せノーマルアットの実験の最盛期の時の物だし、栄養地区そのものが再開発が困難なのだ。そんなに再開発が難しいエリアなん、栄養地区って。それが栄養地区は鉱山と山脈が近くに存在するから、ビルとかが建てづらいんだよな。特に東側。そういえば、栄養地区って遺跡も存在するんやなかったんとちゃう？そうだよ。遺跡まで存在してんだよ。それで廉価線の栄養、上図鑑は開発が進んでねえんだよ。アマリリスこと、熊平線は、栄養地区の再開発の難しさから開通したバイパスさ。まあ、ノーマルアット時代のデータが赤だるみにはないってのもあるんだがな。なんや？赤だぐみはノーマルアットの実験時代のデータを持ってへんのか？ノーマルアットの実験は、石切中高段のカラーズの実験でもある。
敵とは言えないものの、赤田組がライバルの石切中高団の実験を後押しするような行為は、お世辞にも好ましくない状況だ。実際に2012年夏季以降、赤田組が奪還したしな。後の対戦相手となることを想定して、あえて日本エリアから身を引いたって、不思議しいな。最近になってようやく衣装をリニューアルしたところか、あそこもほんまに変化に乏しかったみたいやしな。結局、一番保守的やったのはノーマルアットの実験やったんやな。皮肉にもノーマルアットが一番保守的に映っていたようだな。保守的？何がどう保守的なわけ？一応、ノーマルアットもノーマルアットなりにターミナルの構築を企んでたんだ。エガールっていうのはノーマルアットが打ち出したターミナルの名前だったりするぜ。でも肝心の中身はヒイラギショック以前のものと全く変わり映えしてなかったんだ。いつそのターミナルの構造を打ち出してたんや？2011年後半、影と幻想の時渡りが一段落した時に好評があったみたいやで、当時は月鉄川にもレガール中ターミナルが新たにできることで、ヒイラギショックが片付くって、期待がかかってたんやけどなぁ。あれだ、カリンカサブリナ戦争が激化したから計画が破断したんだ。シュガーミント問題も、その戦争によって強制的に先延ばしさせられたんだ。ただ、影と幻想の時渡りのおかげで、忘れられかけてたナーサリーに、再びスポットが当たった。影と幻想の時渡りがなかったら、今のナーサリーはなかったのは言うまでもねえな。ついでに言うと、ナーサリーは2022年に20周年を迎えるぜ。いいタイミングでカノン革命を迎えられたな。この20周年記念こそ、ナーサリーがシュガーミントを追いやる源なんやで。あと、AO の再開発計画やけど、構造をひねりにひねれた結果、棚田の要領で建築を行うことで対処することとなったんや。今のところやと、木里与駅周辺は、近鉄奈良線の石切駅に、近い雰囲気になる見込み。この構造を打ち立てるのに、相当苦労したんとちゃう？シュガーミントのイメージがあまりにも、強かったから大変やったで。ただ、この再開発を含めて、ナーサリーがシュガーミントを追いやるきっかけは、赤田組にもあるんや。お控えを含めて、不自然にシュガーミントが冷遇されてる件を、言うと、赤田組にはノーマルアットの、実験の頃のデータがなく、その頃中は2009年秋、ヒイラギショックから、2012年前半にかけてで、シュガーミントが台頭したこととか、悪夢の政権の頃とぴったり当てはまるで。作者からデータを取ってまで、更新するほどの対価もあるわけでもないから、カノン革命を控えてることもあって、今回は思い切って置き換えることとしたぜ。それくらいノーマルアットが主体でやってたことが、ひどい内容やったちゅうことやな。平気でフェアリーフィーを爆破するようなやつだし、ろくにしきれるようなもんじゃねえぜ。だけど、赤田組っていうより、スターフルーツの思想に抵抗しようとする不届きなコンテンツもあるんだよな。そんなコンテンツはレガールから抹消したらええとして、電化戦もカノン革命の恩恵をうまいこと受けられるようやな。カノン革命における廉価線の手こ入れだけど、今までに根付いてた奴らを全部出払って打ち立てたんだぜ。結局のところは今まで廉価線で培ってたものそのものが足を引っ張ってたわけだ。皮肉な話だよな。廉価線の再開発で今までの実績みたいなものが否定されるって、これでナーサリーによってシュガーミントを追いやり、恋花線がどう生まれ変わるか、ワクワクするぜ。なんだかんだ言って七波遊裁判も年明け以降に持ち越しだったんじゃねえか。だけど年明けって言ったところで2月や3月もっと後の可能性だってありえるぞ。あまり裁判が遅れるのは好ましくあらへん話やな。それよりも気球を取り巻く界隈の話を全然聞かへんようになったけど、他社はどないなってるんや？関西と北海道なら細々と進行している鉄道会社も見かけるけど、既存の鉄道会社に関しては何の無駄だもないな。枚方の人も動きを聞かないし、北海道のノーストレインもあれからどうなってるのかな。ノーストレインなら精力的に活動してるだろうよ。
何を考えてるのかは俺らにも想像しづらいがな。少なくとも関西についてなら、いくつか勢力的に活動してるぜ。てか、地球がここまで長続きしてるのは、モデルが良かったからってのもあるな。あれは作者ってより、スタジオにあったモデルの都合でこうなっただけさ。モデルそのものに年齢層の、偏境はないのだ。その偏境は、パーツが分けてるのさ。噂では、私のモデルがあるらしいけど、月球デビューする時ってあるのかな？あるかもしれへんで、もしあったとしたら、その時はぜひ京阪なの会で、取り上げたいわな。ちなみに、月球の収録で使ってるモデルは、境マッスル以外が揃ってたりするぜ。境筋線だけはぶられてるのか、なんとも言えねえな。ビートレ、あのモデル、超孤立る魅力地線とか、今座筋線があるのに、境筋線がないってなんか、抜けてるよな。66系は私たちの、境筋線バージョンなんだから、優先的にビートレデビューさせてもよかったはずだけどね。あとは、水箱の他の音の木のラッピング車とかもな。E231 系あたりで、ビートレ化されてたら。でも、月球も E233 系以降に、移行してるか。音の木で言うと、バルナスアースで語らされから状況を、調べに調べ倒したぜ。ネズミ捕りの始まりみたいだけど、何か変わったことがあったのだろうか。音の木を悪用したい奴らによって、大量のドロペルゲンガーが、生み出されとる。これは一体どういうことなんかは、とっくにわかってるんやけど、そこまでして音の木を悪用したいとか、とんでもない連中もおるもんやぜ。おいおい、どういうことだよ。ドッペルゲンガーに何があるってんだよ。何があるって決まっとるやろ。音の木がラキテスを攻撃してるって、たぶらかしてるつもりなんやで。でも、意味があらへん行為やな。今日の音の木は、ラキテスを攻撃するようなまでは経験は、コンサートバッジが破断したニュースで、かなり悲しんでたぐらいやし。それでも破断したコンサートバッジの、破片の色は音の木の色やった。本体がやったのかやらなかったのか、はっきりとしない話ね。だけど、スターアットっていうより、セイコトレインと音の木の相性が、致命的に悪いから、どうしてもコンサートバッジに、負担がかかっちゃう。こっちで言う塩貝みたいにね。コンサートバッジの破断を音の木のせいとするかどうかが、問題だな。エイリアンミストがあったといえど、音の木の音楽によって破断したのも、事実やし、七波竜裁判でどう証言したらええんか、判断に困るパターンに陥ってるで。まあ、頭の糸が完全にぶち切れるようなことがない限り、音の木系の運用をやめる中選択は選ばせんがな。おそらく、こんな感じでぶち切れてやめるんじゃない？完全に爆発やー、もう音の木はいらんわー。おーって感じで、春日の会場で弟がルナにアプローチをする前の展開を思い出すぜ。カノン革命を機にドッペルゲンガーを作らせないように規制をかけてもいいな。ドッペルゲンガーを作ってまでスターアットに音の木系の運用をやめさせるつもりだったんやな。間違ってもスターアットはドッペルゲンガーとは組んだりしないから、その時点で判別ができんこともないんだよな。てか、本体とドッペルゲンガーでどう違うのか、言ってなかったな。音の木の場合、本体とドッペルゲンガーでどんな違いが、見られた？今わかってることは、月手で本体に攻撃を、仕掛けてくるんがドッペルゲンガーで、そのような真似を、やらかさへんのが本物。ちなみに、ドッペルゲンガーは偽の木とも、呼ばれとる。間違っても偽鉢やらへんで。音の木もものすごく実直で、多くのサタンに利用されやすいんやもんな。音の木で言うと、最近になって、ビビットネオンネットワークが、復活したんやけど、ビビットネオンガールも復活しよった。ピエノッテショーの終焉が、近づいてる合図やでこれ。それと同時に、数々のアビリティを新たに、取得したんや。その中で、敵を宝石に閉じ込めるアビリティもあり、ある意味で2006年のボンボヤージュの、再来やった。2006年は当時飛躍してたポップスターが宝石関係でも盛り上げてたんだよな。クリスタルトンネルが注目されてたきっかけでもあったんだぜ。春日の会場と相乗効果が大きかったのも、あのポップスターにとって追い風だったよね。ところで、ビビットって、なんで2021年になって、挫折したんだ？
どうも、ペーノッテ賞に相当翻弄されてたようだ。ネオンミュールは月鉄側で、他の系統で活躍できるからええけど、ビビットネオンガールはどうにもならんかったわな。てか、ビビットはそいつらありきやし。ネオンミュールだけで動くとなったら、普通に軽犯なでいいじゃん。そうそう、わざわざネオンミュールを、月鉄船内だけで動かしたとして、明らかに普通の月鉄の、活動やん。ビビットの意味があらへんで、ここの軽犯なに関しても、こっちの車両だけで済む話やし。まあ、もっとも致命的やったのは、9月末をもって、音の木の AC が死んだことやな。ビビットネオンガールはな、月鉄にとっては世話の焼けるやつなんだよな。音の木の AC に依存してるし、しかもボーピーに美を売ってるし、月鉄にとってはかなり相性が悪いぜ。ちなみに、極端な結論を言うと、今の月鉄にはアニメは見合ってへんね。やっぱそうなるか。こればかりは仕方がないよな。音の木とセイコとレインの相性が悪いっていうより月鉄に合ってないのはまずいね。大花札屋に金かかったら音の木を、切り離す中は通りに、かなっとるね。次の万徳を迎えた時、月鉄とアニメの相性が、全面的に決定つくで、残る3年半の歳月の間に、やり残したアニメの攻略は変付けておくようにな。作者も厚と創始者も、そこまで若くないってことだよな。まあ、レトロブームが限界を迎えて、逆に鮮度を求めてる以上、それはないな。うん？今の月鉄がアニメと相性が悪い？そんなことはずっと前から分かってたぞ。ノーマルアットって本当はド M なんじゃないのか？確かにスターアットには今のアニメは合ってないよね。やっぱ今の赤田組はアニメじゃなくてエクストリームスポーツがぴったりなんやな。その点トレインドリフトは最強だな。いっそのことガンガン月鉄を持ち上げようぜ。